これが日本の文化、節分これが、オイゲンに聞いた、節分という文化か。確かに不思議な文化だ。よし、私も投げてみよう。赤に行くぞ覚悟あら、行けますね。オイゲンさんから聞いたんだ、節分 大切な文化。節分じゃなくって、節分ですよ。節分えうーん。だから、発音は節分ですって。あ、あれ節分絶対嘘だそのイントネーションおかしいってザラ姉様。え何 この行事は、節分が、でしょポーラ、ルーマさんに聞いて。えええー、それもなんか節分、節分節、分この行事は、とても不思議な響きですね。節分、分いや、違うでしょ。 発音が、節分が、これでしょローマその節分がって、どこから出てきたんです特にそのがーの部分。提督え提督が言ってたって本当これが噂の節分楽しい目標は、 あれか、あの大ゲート。